皆さんこんにちは、しなたんです。はい、ということでご覧の通りこちらですね、新年一発目の質問コーナーで言ったと思うんですけど、私福袋をね、開封動画2個あげたんですけど、すでにまだあるんですこれがどういうことかっていうと、なんかの手違いで、いや本当は私覚えてないんですけど、なんかの手違いで福袋が6個届いたっていう。そう、それを前質問コーナーで話した時に、せっかくなら同じ福袋を3つずつ買ってる人なんていないから、全部開けてみて比較動画とか撮ってみてもいいんじゃないですかっていうコメントをいただいたんですよ。本当に私それで救われて、確かにそうだと思って、全部開けてみるっていう考えがなかったので、もうこの福袋たちをどうするかっていうことをずっと考えてたんですけど、前にも2つ動画を上げているので、それもぜひ見ていただけたらと思うんですけど、前上げた福袋の動画みたいな感じでちょっと細かくはできないかなと思うんですけど、本当にパパパパッと残りの4つをね、どんなものが入ってるのか一体っていうので、比較とかもしていきつつやっていこうかなって思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずこっちのスライの福袋、同じのがね、2つあるんですよ。ほんと面白いですよね。3つか、同じのをね、3つも買ってしまいましたので、全部 M サイズでございます。開けていきましょう。じゃあまずこっちの袋から開けていきます。ハサミハサミ、まあ、私ぶっちゃけ同じの6個も頼んじゃって落ち込んでたんですよ。6万ですから6万あったら何が買えるのって話ですよね、マジで。まあでも動画にできるし、福袋開けるワクワクが6回も味わえるっていうね。ということで早速開けていきます。せーの、オープン。じゃじゃん、こんな感じでございます。どうですか。あ、でも、あ、やっぱり違うわ。前あげたやつは結構ブラウンとかイエロー系がめっちゃ多かったんですけど、今回割となんか赤系とかも入ってますでは出していきますね。まず1つ目、じゃじゃん、こちら。お、え、こんなの入ってるの。ちょっと色は紫で派手かもしれないけど、なんだろうこれ。じゃじゃん、こちらなんか、なんていうの、羽織 MA1 みたいな感じのデザインだけど、ロングコートで後ろがフレンチみたいにこう縛れるようになってる。へえ、こんなの入ってるんだ。え、でもこれ割と切れそうなんじゃないって私思うんですけど、どうだろう。軽く羽織ってみようかな。あ、じゃあなんか気になったものはちょっと羽織ってみる感じにしようかな、今回は。じゃーん、こんな感じ。もうこれ可愛いですよね。これ可愛いな。丈も割となんかモッツコートみたいな感じっていうのかな。生地感がこれなんか綿っぽい感じで、ちょっとなんかミリタリーっぽい感じのやつすごっ。私は前回はアウターは入ってなかったですもんね。ちょっとなんか今緑に紫ですごいことになってますけど、これかわいい。袖もこんな感じで、やばい、こんなペースでいったらこの動画何分なんだろう。はい、こちらが入ってました。え、全然違うんだやっぱり。こちらが19,900円プラス税です。じゃあ続いて2個目、じゃらん、こちら。あ、これプーマのコラボのやつだ。プーマのコラボは入ってるのかな、必ず。これ可愛くないですか。色合いも可愛いし、これも着てみよう中がこんな感じでオレンジになって、ウィンドブレーカーみたいな感じかな。え、可愛い可愛い。丈が結構短めでさって羽織れる感じ。最近私ね、たまに散歩行ったりするので、そういう時とかも良さそうだし。え、これも可愛い。前もプーマのやつ入ってましたもんね、スカート。こちらも入ってました。これが19,900円プラス税です。では続きまして3つ目、じゃん、ニットかな。あ、スカートか。こんな感じのニットのスカート、ラップスカートですね。ここがピロってなるラップスカート。素材もそんなに分厚くないから、 T シャツとか夏場に合わせたりしても可愛いですよね。これが6,990円プラス税です。で4つ目がこちら。これはシャツか。前回スライはシャツが結構多かったですよね。これシースルーのシャツですよ。めっちゃ使いません？え、ちょっと待って、この福袋当たり？めちゃくちゃ、もしかしてめちゃくちゃ当たりなんじゃ。シースルーのシャツ、ブラウンでオーバーサイズだし、すごい使いやすい気がする。これが7,700円です。次が5個目がこちら。なんかすごいすごい、これ袋厳重。あ、これもシャツだ。シャツワンピ、ちょっと丈が長くなったシャツワンピみたいな感じかな。今回も結構シャツが多めなのかな。これが6,990円プラス税です。次が6個目、じゃん、
これもシャツ、ブラウス、ちょっと可愛らしい感じっていうか、ワンスリーブで襟もこんな感じで、素材もシフォンかな。これは結構可愛らしい感じのシャツですね。で、裾がね、後ろゴム入っててちょっとクシュッとなるシャツです。これが7990円プラス税でございます。次が7個目がじゃじゃん、こちらピンク、ピンクも可愛いですよね。あ、ロンティーか、ロンティー、あ、でもこれはなんか着れそう、私でも着れそうな感じ。胸元にワンポイント入ってて、で後ろもこんな感じで可愛い、ピンクと赤の可愛いですよね、この色の組み合わせ。ロンティー嬉しい、私ロンティーは守ってなくて、ロンティー欲しいなと思ってたので、なんか部屋着として着てもいいし、嬉しい、めっちゃ当たりですね今回。これが4990円プラス税です。何個目か忘れちゃう、すぐ8個目、次8個目がじゃじゃん、トレーナーかな、じゃじゃん、こちらでございます。おお、これも着れるこれも可愛い、この黄色のカラーめっちゃいい色、ちょっとくすんでるからすごい挑戦しやすいし、今みたいなこういうちょっと濃いめのデニム、黄色って濃いめのデニムと相性めっちゃ良くて、合わせても可愛いですよね絶対。へえ、これもめっちゃ使えるじゃん、クロップド丈で、ちょっと後ろの方が長くなってますね。え、可愛い、これ裏毛のスウェット、これが6600円です。次9個目じゃん、お、これはなんだなんだ、じゃじゃーん、おー、すごい、なんかこれはどうやって着たらいいんだろうあ、でも可愛いかも、意外とワンピース、ワンピースにしてちょっと短くて、ワンピースか、今履いてるショートパンツとか下に着て着たら可愛いのかな。結構ね、重みのあるニットで落ち感が出る気がする。なんかあれですね、なんて言うんでしたっけ、これなんだっけ、あのあれですよ、もうここら辺まで来てるのに、あとなんか言葉がわかんないなんだっけ、なんかちょっと70年代ボヘミアン、ボヘミアン、ボヘミアン、ボヘミアンっぽいスタイル。でもこれになんか今流行りのファーブーツとか合わせたらすごい可愛い気がする。あんまこういうの自分で買ったりしないんですけど、福袋とかに入っててちょっと挑戦してみようかなみたいな感じで挑戦したら意外と可愛いやつみたいなこれが6990円プラス税です。今9個でしょ、次10個目、10個目がこれはなんだ、ん、なんだ、バッグ、なにこれ、え、なんだろう、え、なにこれ、え、どういう時に使うのこれ、本当は紐ついてるのかな、わかんないわかんない、謎の袋が入ってました、え、どういうこと、普通にパックみたいな、UV カットできるやつで、なんかリサイクルされたやつでできてますよっていうパックがついてきましたこれが800円です。でもう1個あるんだよな、11個目がこれ、あ、コルセットだ、コルセット懐かしい、ベルベット素材か、コルセットがついてきました。これが4990円プラス税でございます。はい、ということで以上カラップです。この福袋めっちゃ当たりな気がする、私的にすごく使えそうなアイテムばっかりしたよね。やっぱ全然違いますね、中身面白いな。ではじゃん、2つ目開封していきます。せーの、オープン、じゃらん、こんな感じです。どう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 、あー、でもうわうわ、え、待ってよ、すごい被ってるかも、さっきのやつと何個かね、あれさっき見たよみたいなやつがある。まあ、いやいや、行ってきましょう。1個目、じゃん、これ多分あれだよね、同じだよね、そうだよね、そうだよね、スカッツだよね、同じやつが入ってました、まあ、なのでこれは開けずにいきたいと思います。2つ目もじゃん、同じやつだよね、これね、さっき見たよね2つ目も同じですね。じゃあ3つ目、じゃん、はい3つ目も同じですね、さっき見たよねやばい、同じのしか入ってないかな。4つ目、じゃん、あー、これもさっき見たよねさっき見たシースルーのシャツだね。いや、マジで同じです、マジで同じ、本当に冗談抜きじゃなくて本当に同じで、5個目がこれもさっき見たこれだよね、きっとこれだね、同じですね、これ同じですそんなことある、やっぱ結構同じの入ってたりするのか。次6個目がじゃん、これはこれ見てない、これ見てない、ごめんなさい、決してなんか適当にやってるわけじゃなくて本当にあの同じなので、じゃーん、すっごい生地気持ちいいんだけどこれめちゃくちゃ生地気持ちいい、あ、ワンピースだー、ニットワンピー、ニットワンピーは結構着入れますよね、なんか楽だから
パッて着れるやつですごいいいですよね。ほんとマジで生地気持ちいい。これなんかそんなに分厚くなくって薄めなんですけど、なんて言うんでしょう、こうちょっとしっとりしたというか肌をこう包み込んでくれそうな感じの生地で、よかった違うの1個あって。次が7個目、じゃん、あ、またニットだ。ニットじゃないか、じゃじゃーん、おお、すごい、なんかえ、これかわいいかも。すごいこのタートルの部分が結構長めにできてて、あ、これ絶対かわいい気がする。面白い、ニット素材だけどトレーナーっぽい感じで、この袖がリブになってて、え、で今気づいたけどすごいドルマンスリーブだ。え、面白い、結構大人っぽい感じのアイテムかな、大人っぽくなりそうなアイテムですね。色もめっちゃちょうどいい、かわいい。これが6600円でございます。次が8個目、じゃん、お、白ニット、これかわいい、絶対最近のやつな気がするんですけど、なんかボレロみたいなすごいショート丈のニット、これめっちゃかわいいじゃないですか。私最近似たようなやつを通販で頼んだまあこのハイネックとかじゃないですけど、似たようなやつ頼んだな。これ嬉しい、これ絶対着る。ちょっとチクッとしそうだけどかわいい。これが7700円でございます。辛い、今年すごい当たりかもしれない、私的には。8個目、次8個目がじゃん、こちらはじゃじゃん、こちらでございます。あ、ミニワンピ、ワンピだよねこれ、ワンピだよねあれ、ワンピじゃないかな、チュニック、さすがに短いか、さすがに短かった危ねえ危ねえ危ねえ、ワンピできるとこだった、危ねえ、見えちゃう見えちゃう、こんな感じですね。なんかこれ生地が面白いですね、花柄みたいなのがプリントされてて、すごい面白い。肩はこうリボンなので自分で長さ調節できる感じのやつです。これが6990円プラス税でございます。次9個目、じゃん、あ、これはさっきのちょっと可愛い感じのブラウスです。次10個目、じゃん、こちら、おお、ベレー帽、すごい、スローハットのベレー帽、夏、頭入るかしら、あ、ギリギリかな、なんかコックさんですかみたいな感じになっちゃってる、大丈夫そう大丈夫ですか、なんか、え、これって、え、合ってるよね、でもどうやって被るんだ、こういうこと？もっと深めにみたいな。え、すごくない？なんか。え？どうやって被ればいいんだろう。あさこ地蔵みたいになりそう。わかんないわかんない。あの大学の卒業のやつみたいじゃないですか、これ。まあでもベレー帽ですね。ちっちゃいな、ちょっと私には。56とか書いてあったから。私58はないとちょっとちっちゃいかも。こんな感じとか。でも絶対違うの。え、わかんないんですけど入ってました、ベレー帽みたいな、むずで、ラスト10個目がはい、来ました、こちら謎のパック、これ本当にどうやって使えばいいんだろう、普通にあれかな、ジップロックみたいな感じで使えばいいのかな、スローバイスライのやつでございます。はい、ということで以上です、空っぽです。スライはこんな感じでした、結構当たりな気がします。私的にスライ今年いいかも、私が前回開封したやつも結構使えるものが多かったので、そうなので今回も当たりかもって感じるの多かったから良かった気がします。わーい、よかった開けれて、まあ、やっぱダブってしまったものもあるんですけど違うものも入ってたりとかしたのでよかったんじゃないでしょうかな日本語というわけで、続きましてマージーさんですね。マージーさんはですね、正直言うと前回の福袋はちょっと私的にはハズレかもって思ってしまったので、でもなんかコメント欄とかには結構デニム入ってる方いましたよとか、なんか中身全然違うんですねみたいな、人によってっていうコメントもあったのでちょっと楽しみにしてます。そうだから2個開けていきます。じゃあまずこっちから開けますね。うわどうだろう、デニム入っててほしいな、サイズ合うかな、でもサイズむずいですよねデニムって。はい、それでは開けていきます、せーの、オープン、じゃん、こちらどう、デニム入ってそう、でもなんか重たいんだよなこれ、皆さんデニムが見えました、でもこれパンツじゃない気がする、ジャケットかも。いきますよ、1個目、じゃん、オープン、やっぱマージーって言ったらデニムですよね。うわ、こんなテンション上がるんだデニムってじゃじゃん、デニムジャケット、あ、かわいい、これ絶対着る
な感じのすごいベーシックなデニムジャケットです。濃いめのカラーで、え、かわいい。これ私これだけで結構満足感あるんですけど、すごい嬉しい。わ、デニムだ。デニムジャケットかわいい。これデニムオンデニムとかしてもかわいいし、ちょっと丈長めになってるからオーバーな感じで着れると思います。わーい、やったよみんな。こちらが12,980円です。そりゃそうですよね。これでもう元取れますから嬉しい。じゃあ続きまして2つ目、じゃじゃん。お、シャツだ。これもめっちゃ使えそう。じゃーん、こんな感じ。おー、これもシースルっぽいシャツ。これも可愛い。だってこのデニムの中とかに着たらもう可愛くないですか。絶対嬉しい嬉しい。可愛い、シースルーのやつです。このショーパンとかとも合わせても可愛いです。あ、これが6,980円プラス税でございます。では続きまして3つ目、じゃん。緑のスカートかな。じゃん、あ、パンツだ。これサイズ合うかな私。え、可愛いかも。ウエストも割といけそうな気がする。丈も合いそう。可愛い可愛いです。え、待って、めっちゃお買いじゃない。こんなに違うんだ。これが7,980円プラス税です。ケーブルのニットのパンツです。運だマジで。次が4つ目、じゃーん。これはビッシュチェかな。この色はあんまり着ないかな。でもすごい春っぽい夏っぽい感じのパステルなカラーで、デザインとかはすごい可愛いニットビッシュチェが入ってました。これが4,980円プラス税でございます。続きまして5個目、じゃーん。あ、これ T シャツですね。 T シャツでございます。前回私あの福袋入ってたのが赤いパーカーに黒いこのロゴだったんですけど、こっちの方が私的には着やすい気がする。これにデニムとかすごい夏っぽい感じでカジュアルなコーディネートができそうですね。これだとこちらが2,980円プラス税でございます。では続きまして6個目、じゃん。こちらなんだ。これはじゃじゃん、こんな感じでございます。あ、ブラウスか。これとかもやっぱ黄色だし、濃いデニムとかこうやって合わせたら可愛い気がします。まんまり私こういうの普段着ないんですけど、結構これも使えそうなアイテムですね。胸元のところがこうリボンができるようになってて、70年代っぽい感じのファッションになりそう。さっきのボヘミアンテイストな感じですね。これが6,980円プラス税でございます。続きまして7個目がじゃじゃん。こちら、お、これは何でしょう。じゃん、すごい。あ、すごっ。前から見ると普通に T シャツワンピかなみたいな感じに見えると思うんですけど、後ろがもう全開きですよ。わかるかな。全開き、全開きでリボンがついてて結べるようになってますね。へえ、面白い。カーキの T シャツワンピ、まあ中にトップスとかパンツ着て着る感じか。これが8,800円でございます。続きまして8個目がじゃじゃん。こちら、おっと、なんだこれは。じゃん、こちらでございます。あ、すっごい夏なバッグが入ってました。こんな感じの、あ、すごい揺れてる揺れてる。あみあみのバッグ、でもこれも可愛い。すごい可愛い。このやっぱこの下のフリンジが可愛いですね。揺れた時にトローバッグっていうのかな。ここがね、紐になってて巾着っぽくなってて開けれます。ちょっとパッて出る時とかにちょうどいいサイズ感。色も可愛いですね。濃いめのブラウンで、これが9,020円です。続きまして9個目がじゃん。こちら、あ、これは前回の福袋にも入ってたバンダナですね。シースルーのバンダナ。これはまあ前回開けたので今回はお見送りします。次がラスト10個目なんですけど、じゃん、こちらシューズでございます。ちょっとまだね見えないんですけど、ブラックのね、なんかパンプスみたいなシューズが入ってます。かわいい。あ、これかわいい。待って、 M だー、 M サイズだー。これは私はちょっと入らないかな、ちっちゃいよな。あー、無理だ。これかわいいのに。こんな感じのシューズが入ってました。これかわいいですよね。ブラックだし使いやすそうなパンプスなんですけど、こんな感じのも入ってました。 M サイズでした。 L サイズないのかな。でもコメントで前 L サイズでした私っていうコメントもあったので、残念ながら M サイズでした。以上ですね。もう空っぽです。以上でございます。今回すごい私当たりな気がします。やっぱデニムが入ってたし、その他もすごく使えそうなアイテムが多かったので、この福袋はめちゃくちゃ当たりだなって思いました。はい、ということで続いてでラストでございます。もうラストか。意外と早い。なんかやっぱ楽しいですね、福袋開けるの。こちらですね、ラストの福袋開けていきますよ。これもデニム入ってるかな。ワンチャンなんかパンツとか入ってたらなんか嬉しいな。はい、ということで開けます。せーの、オープン。じゃーん、どうですか。でもなんか同じようなものが見えますね。はい、じゃあいきます。1個目、じゃん。これはさっきと同じですね。
さっきと同じシースルーのシャツで、2個目もこれ多分同じですよね、パンツ、うん、緑のケーブルのパンツです。3つ目、じゃん、うん、これもバンダナ、これはもう共通で入ってるのかな、バンダナです。で、4つ目、あ、これも同じだ、このバッグ、さっきのフリンギがついたバッグですね。5個目が、じゃん、これも同じやつですね、うん、同じやつで、6個目もこれまた同じさっきの T シャツでございます。次7個目も、うわ待って、全部同じ可能性はないけどめっちゃ似てる。7個目もこちらですね、リッチェで、8個目、じゃん、これも同じやつか、このワンピース。次9個目が、じゃん、これなんですけど、え、待ってください、これはめちゃくちゃ可愛い、え、待って待って待って、ジャケットだ、え、ジャケットが入ってる、すごい、じゃん、テイラードジャケット、オーバーなジャケットです。じゃあさっきの福袋のデニムがジャケットになったバージョンみたいな感じかでもほぼ一緒でしたもんね。ちなみにこれが 12,980 円ですね。っていうことはこれも同じか、え、 L であれ、 L であれ、 L であれ、じゃあ M かな、 M M でした。うわーマジかー、さっきのあれですね、黒のパンプスみたいですはい、ということで M でした。わあマジか、 L だったらな、よかったな。で以上ですね、終わりでございます。いやーでも異例で私がちょっとね3個頼んでしまったっていうので、すごい被ってるものが多かったんですけど、今回はすごく当たりなものが多かったんじゃないかな。私は前回開けた2つのやつよりも今回の袋の中身の方が好きでした。はい、ということでですね、今回はこんな感じで間違えて頼んでしまった福袋を全部開封してみました。いやでも本当にあのコメントくださった方のコメントがなければ私多分開けてなかったと思うので、今回開けれて結構あのね使えるものがたくさん入ってたのですごく嬉しかったです。ありがとうございます、本当にコメントしてくださった方。やっぱ同じブランドのものでも結構当たり外れが激しかったりとかっていうこともあると思うので、本当に福袋ってやっぱ運だなっていうふうに思いました。前回の動画でもね開封しているので、もしよかったらそちらもぜひ比較しながら見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。